ポートオーソリティ幕張新都心店ジョルジ川野です。今日はですね2020年度上半期焚き火台のベスト10、売れ筋ベスト10を発表していきたいと思います。第10位を発表します。いきなり動くっていう。第10位はこちらですね、スノーピークの焚き火台 M スターターセットです。一応これが、セットになってるんですけど、セット部分はこの4点がセットです。焚き火台とベースプレート、それから炭床と収納ケース、この4点がセットになって、焚き火台スターターセット M サイズが見事ランクインしています。今日も焚き火台、スノーピークの焚き火台といえばもう定番の商品なんですけど、見事 M サイズがここで10位にランクインしてます。第9位はこちら、ワンドックの焚き火スタンドハンディ。じゃあこれはこういう風にメッシュになってて、燃焼効率がすごくいいっていうのと、これはあのすごくコンパクトに畳めるような形になってます。これ外して、このぐらいにこれであとぐるぐるっと巻いてしまえば、こんなにコンパクト、もちろん収納ケースもついてます。すごくコンパクトになって、まあ、手軽に焚き火始めたい方とかにはすごくおすすめ。これが見事第9位にランクインしてます。実際あのうちのモアナ使ってます。モアナ愛用の商品です。これが第9位ランクインしてます。第8位こちらです。第8位はロゴスのこちらのピラミッド焚き火 M サイズです。このランキングで初めてロゴスが登場したんじゃないかなと思うんですけれども、これはあのすごく耐久性もあって、まあ、ロゴスでもベストセラー商品の一つかと思いますので、まあ、ぜひ焚き火される方はこれもご検討してください。見た目もすごくいいです。三角の形をすごくうまく使って、五徳がついたりしたので、すごく使い勝手良くなってます。これが見事8位にランクインしました。次、第7位。あちら行きます。思ったより動きますね。第7位は、こちらです。ファイヤーグリルソロ。これはあのユニフレームの人気のあるファイヤーグリルをちっちゃくしましたっていうサイズになります、まあ、これがファイアーグリルなんですけど、サイズ感全然違うんですけど、まあ昨今ソロキャンプされる方もすごく増えてるので、これでちっちゃく焚き火しましょうっていうような感じ。これが第7位、今年の新商品なんですけど、で入ってきたのもそんなに後の方だったんですけど、見事7位にランクインしました。第6位こちらです。これじゃないですよ、こっちですよ。こちらですね、外のテトラっていう、もう本当にちっちゃいウッドストーブの部類に入るのかもわからないんですけど、ちっちゃい焚き火台です、まあ、さっきのもちっちゃいって言ったんですけど、さらにちっちゃいです。小枝とかでやるような感じにはなってます。一応これあのパタンとすごくあの薄くなるような感じの焚き火台で、ステンレスの結構分厚い素材使っててメイドインジャパンです。よし。個人的にメイドインジャパンすごく好きなので、なんかこういうステンレスの鉄製品のメイドインジャパンってなんかロマン感じますよね。自分だけかな。トップ5に入っていきます。第5位はこちらです。こんにちは。第5位こちらです。ロゴスピラミッド焚き火の L サイズ、先ほど紹介した M サイズの大きいバージョンになります。で、これすごいのが点ではなく線で受けてるので、すごく丈夫ですって書いてます。最近ちょっと太って69キロぐらいになったんですけど、持っています。変形してるように見えるんですけど壊れないです。まあ、すごく強度もあります。これよくあの買われるとき言われるんですけど、本当に大丈夫ですか、ダッチオーブ乗せて大丈夫ですかって言われるんですけど、まあ、多分自分が乗って大丈夫なんで、ダッチオーブンは大丈夫かなと思います。じゃあこれが第5位です。第4位発表します。こちらです。第4位はこちらです。コールマンのファイアーディスクプラス。ファイアーディスクっていう
焚き火台の大きいサイズですねがランクインしてます。で見ていただいたら分かるんですよ、すごい簡単な構造、まあ、ただ大きいステンレスのお皿があるだけっていう感じなんですけど、まあ、これがすごく肝で、いや設営撤収すごい楽です。裏側の足を3本折りたたむだけでもうこれでケースに入れたら終わりです。使う時は足をパタンと、それをもうすぐ焚き火ができる。で凹凸が基本的にないので、あの掃除もすごい楽です。そのまま持っていって灰捨てで灰を捨てて拭いちゃえば、掃除も終わり。かなりサイズも大きいので、こんなことはなかなかしないと思うんですけど、こうやって束のまま置いても収まるぐらいサイズ感の焚き火台になってます。すごくおすすめです。コールマンのファイアディスクプラスが見事4位にランクインしました。3位発表します。こちらですすぐ行きます。こちらスノーピークの焚き火台 L スターターセット。これもセット内容は先ほどの M サイズと一緒になります。炭床とこれとベースプレートとさっきのケースが一緒になってセット、まあ、スノーピークの焚き火台の原点っていうのはこの、焚き火台の L サイズっていうのになります。でその中でもこの L サイズがおすすめなのは、キャンプ場でパッと使うときに薪をそのまま置くことができます。サイズ的に40センチ薪までパッと置いて使うことができるので、まあ、切ったりとかいうのが少なくて済むのがこの L サイズでおすすめポイントで、これが堂々3位にランクインしてます。第2位いきます。こちらコールマンのファイアディスク通常サイズです。さっきの L サイズの、まあ、ちっちゃいバージョンというか、これが元で大きいのが出たっていう感じなんですけど、これ実際自分も持ってます。これも先ほどと同じような特徴で、すごく簡単に設営ができるっていうのと、簡単にお掃除ができるっていうので、もうパッと行ってパッと焚き火をしたい時とかはもうこれがすごくおすすめで、標準で焼き網とかもついてるので、まあ、ちょっとしたバーベキューぐらいならこれでも済ませることができるっていうのと、個人的におすすめポイントは火がこうね、外を沿って真ん中にこう寄ってくるような感じでこう回るような火が出るので、火の出方もすごく個人的におすすめの焚き火台かなと思ってます。いよいよ第1位、皆さんお待ちかねの発表いたします。第1位は焚き火台コーナーをぐるっと回ってこちらです。ユニフレームのファイヤーグリル、こちらが見事第1位に輝きました。ソロサイズの通常バージョンなんですけど、これはもうずっとロングセラーで販売されてる商品なんですけど、未だにやっぱりけど色褪せない、ロストルって言われる空気を通す板がついてたりとかで、焼き網がついてたりとかするので、まあ焚き火もしたいし、やっぱバーベキューもしたいっていうような方はこれ一つ持っとけば、バーベキューもこれでここに炭を置いてできるし、その後の火を使って焚き火を始めることもできる。なんといってもですね、メイドインジャパンです。ジョルジ大好きのメイドインジャパンのステンレス商品、お客さんに響いてるのかあれなんですけど、個人的にはすごくそこが好きなポイントですね。メイドインジャパンなのにリーズナブルな価格設定っていうのはすごくおすすめポイントになってます。これが堂々の1位。でですね、焚き火台のベスト10発表したんですけど、焚き火の季節になるので、まあ、焚き火のお供におすすめしたい商品ご紹介します。 2XL マシュマロ、めちゃくちゃ大きいです。ちょっと分かりづらいんですけど、それとキャラメルポップコーン、これは焚き火の上でそのままもう、焚き火だとちょっと火力強いかもしれない、これでやってるとポップコーンボーンってできて、キャラメルポップコーンがそのままやって出来上がります。家でやっても面白いですね。マジックファイヤー、燃焼管を利用して焚き火がレインボーになります。見て楽しい焚き火、これで30分ぐらいレインボーの焚き火が楽しめます。伸びるクルリンフォークとマシュマロフォーク、まあ、マシュマロここに刺してぐっと伸びます。手元でここをこう回すとくるくる回ります。こうやって片面ばっかり焼けるとかいうことがないです。それとこれグリルフォークなんですけど、これも伸ばしてレバーを回していただくとくるくる回るように、これがあるともう焚き火一気に盛り上がります。こういうのも一緒に持ってキャンプに行くとすごく焚き火が楽しくなります。は
はい、2020年度の上半期焚き火台のベスト10発表してみたんですけど、まあ、やっぱり定番が焚き火台については強いのかなっていう印象ですね。でユニフレームのファイアグリルで、コールマンファイアディスクで、スノーピークの焚き火台 L セットっていうところでも、まあ、定番、もう昔から定番、まあ、ファイアディスクがちょっと新しめなんですけど、それでもまあ定番の商品っていうのが 1,2,3 と来たのかなっていうところ。あとは注目すべきはやっぱりファイアグリーンのソロだったりとかテトラだったりとか、ちょっと小さめの焚き火台っていうのが当店だとあまりそこまで今まで需要がなかったものも、ソロの方の需要っていうのはすごく上がってきてて、販売が増えてるのかなっていうところ。ファミリーキャンプの方は定番品で、ソロの方はちっちゃめのやっぱりグリルだったりっていうのを買い求められる方が多かったのかなっていう印象ですね。これからまあ秋になると焚き火は一番多分楽しいシーズンになってきますんで、ぜひお買い求めになってください。じゃあ以上、スポーツオーソリティ幕張新町新店上半期焚き火台ベスト10でした。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。